皆さんこんにちは、シンシード75と申します。今回はスカルリーパーの攻略動画ということで、スカルリーパーって片手直拳と片手再拳のブレイク役が必要なんですよ。でブレイクするときにコツっていうか、まあ、いろいろあるんですよね。情報があった方がいいということで、まあ、すでにスカルリーパーの動画を上げてるんですけど、まあ、ちょっと改めてね新しく作ろうと思いまして、今回撮ってます動画。まあ、大体その片手再建ブレイク役、片手直拳ブレイク役っていうのが2人がかりでブレイクするっていうのがその基本ではあるんですけど、最近の野良パーティーだとなんかそのブレイク1人でやるっていう、まあ、パターンもあるみたいで、まあ、そういう方もあるみたいな感じらしいんですけど、今回はね片手直拳片手再拳2人ともブレイク役がいる場合を、まあ、解説します。まあ、その方がね安定するしね。で、スキル編成なんですけど、片手直拳からまず見ていきますね。この誰でも持ってるこのマン・オブ・ザ・デイ・キリトですね。これが、ブレイク値60なんですけど、これ衝撃モーション、モーションの衝撃結構入りが早いです。で、まあ、これ十分なんですよ。これでかなり十分っていうか、もう本当に八方崩しなしでも実はこれ1枚でブレイクできてしまうんですよ、スカルリーパー。まあ、だから、まあ、発想ストーリークリアすればこれ手に入るんで、まあ、これおすすめですね。でこれの、まあ、モッドの中身は、まあ、怒りの騎士アリス、まあ、一応入って、俺もねたまたま最近当たったんで、まあ、これ入れてるっていう感じなんですけど、まあ、別にこれは中身なくても大丈夫です。で2枚目、これが、まあ、クローニービーターキリト。俺はそのたまたまね持ってるから入れてるだけです。まあ、でこれロックテンペストってモーションが長いんですよ。で全体10連撃なんでね。ただこれスイッチで使用すると、まあ、8000回復するんで、まあ、スイッチ枠に入れたいって思うかもしれないですけど、俺はこれモーションが長いとちょっと硬直が長くて次のブレイク間に合わないかもしれないと思って、こっちをねワンオフザデイをスイッチ枠に入れてます。まあ、別にそんな回復とかもうね耐久力あんまない人はね、まあ、俺ですらっていうか俺は弱い方なんだけど、カオス155だとねあっという間にねやられてしまうんで、どんな装備でも俺の場合はだけどね。でとタゲスキル入ってます。なんで入ってるかというと、まあ、タゲが動くとその火力がタゲ取ってしまうとリーパーに動かれてしまってタイムロスになるんで、まあ、これが入ってます。であとは、縦傷ですね。これもねヘイトを集めやすいという効果があるんで、まあ、これタゲスキルとして使う感じで、まあ、これは入ってるんですけど、これは別に持ってない人は、まあ、このねカリスマリーダーディアベルだけでも大丈夫です。であとは、まあ、耐久できる、まあ、スキルをとにかく入れていく。で状態異常やってくるのが衰弱だけだった気がする。まあ、違かったらすいません、多分衰弱だけだと思うんで、まあ、申し訳程度に衰弱耐性入ってるんですけど、これはもう別に何でもいいです。あとはもうこのねクールイッチ死のライトマジックで防御力が上がる。でこれは防御力上がるし、まあ、ハイバトルヒーリングで、まあ、自動回復していくと。であとは、こっちのねこれもね回復系の効果で、これが突プロテクトなんですけど、打属性が弱点の敵にっていう意味なんですよ。突属性モンスターからのっていう、だから入ってて、まあ、バイタルアセンションで防御力も伸びると。まあ、これ貫突してないんですけど、まあ突プロテクト入ってるので、まあ、入ってますと。まあ、別にこれなんだろうな、こういう編成じゃなくても別になんか、まあ、耐えられればいいんですよね。まあ、回復っていうか、まあ、回復入ってるけど、どっちかっていうと、まあ、耐えるよりのまあ、アビリティ構成にした方がいいとは思うんですけど、まあね、こんな編成にしたところで結局ブレイク失敗すると死んじゃうんで、そんなね気にしなくていいかと思います。次片手再建のブレイクの編成なんですけど、ブレイク値40あればいいということで、まあ、これね八方崩し、まあ、配布なんですけど、まあ、これがあれば、まあ、ブレイク値40以上あればブレイクできます。で昔はねそのコメットっていうのが、まあ、すごく有名だったんですよ。コメットっていうのはこういうコメットってこのソードスキル名書いてあるやつで、これがブレイクゲージ40なんですよね。でスイッチが150も貯まるんですよ。でやっぱブレイクしつつこのスイッチ半分まで貯めて、しかもクールタイム10秒しかないんで、
これが、まあ、すごくやりやすいっていう感じはしますけど、まあ、別に俺はこっち、もうこっちの方が衝撃の入り早いし、まあ、クールタイム2秒減少でこれ11秒なんで、まあ、こっち使ってますね、俺は。これは本当に所持スキルと相談っていう感じですね。片手直径みたいに配布とかがないんで、まあ、こういう、まあ、あのライジングとかはあるんですけど、ただあの八方崩しがあるんだったらこの配布使います。ちょっと遅いんで、あの本当にブレイクに慣れてないとちょっときついかもしれないですけど、まあ、あのブレイクが46あります。ただこれは八方崩しあってもブレイクできませんでした。あのだから、まあ、これが入っています。で、まあ、さっきと同様にこれターゲスキル入ってまして、で、まあ、さっきと同様にね、あのこの発砲以外は、まあ、耐久系、あの防御上がるやつとか回復系が入っています。あと申し訳程度の衰弱っていう感じですね。編成は、まあ、そんな感じ、まあ、片手直近はこれね1枚でも、まあ、大丈夫です。スイッチなんとか貯めて、まあ、間に合わせてください。もしねこのブレイクできるスキル1枚しかなかったら、あの1枚でもできました。普通にできます、全然。で、注意したいのが、まあ、天使アスナって、まあ、慈愛の光アスナだっけ忘れたけど、なんかそういうあのバーストですね、バーストスキルで、まあ、あのブレイク、まあ、ブレイク値高くなるじゃないですか、バースト値って。だからバーストでブレイクしようとする人いるんですけど、バーストは間に合わないんで、あのバースト、まあ、フルバーストだと最初の2発とか3発ぐらいしか、まあ、フルバーストって打てないんですけど、まあ、フルバーストならもしかしたら間に合うかもしれないけど、結局その条件を満たすのにも最初時間かかって、ブレイクタイムは最初に来た時にブレイクできないと困るんで、まあ、とにかくねバーストはよろしくないと俺は思います。で、まあ、ダブレイクも来るんですよ。あの打属性なら何でもいいブレイクですね、ブレイクタイムは来るんですけど、そういう時も、まあ、この縦傷とか、まあ、ディアベル、あと俺はあの裏セット、まあ、例えば表片手直拳、あの裏片手再建にして、なんかあの相方があの例えば自分片手直拳だったら相方片手再建じゃないですか。で、相方がそのちょっとあのちょっと失敗っていうか、まあ、倒れた時用に、まあ、裏はあの保険っていう感じで片手再建にしたりとかもするんですけど、まあ、そういう場合は俺こういうので、あの打属性の、まあ、弱点ダメージ上がるんで、これあの盾 あのリーファのスキルなんですけど、まあ、これね持ってない人もねいっぱいいると思うんで、あんまりいないかもしれないです、持ってる人は。まあ、こういうのね持ってる人はこれで、まあ、ブレイク値があの36あんで、ブレイクしながら、あのブレイクしながらというかブレイクに参加しながら、あの打属性デバフを、まあ、入れられるのかなと思います、裏セットに切り替えてね。で、実戦なんですが、まず入ったらあのまず覚醒します。覚醒すると移動速度が上がるからです。で、マップの右上に行きます。で、まず最初にタゲスキルを打つんですよ。あのタゲスキルを打つ前に通常攻撃を入れるっていう感じ、まあ、これはあのタゲの基本だと思うんですけど、まあ、最初に通常攻撃入れてからタゲスキルを打たないとタゲがあの外れてしまうっていうことがあるの で、これはあのブレイクタイマーが発生した時にタゲスキルたまたま打ったのが当たっちゃったんですけど、ブレイクタイマー発生中は、まあ、タゲスキル打ってもあのタゲが動かないので注意です。まあ、とりあえず最初はまあ右上行って、まあ、ターゲスキル打ってきたらあの片手直拳でブレイクっていう感じですね。で、まあ、一応保険として縦傷を打ってタゲをまあ取って、でダブレイク来たので、まあ、裏セットに切り替えてリーファの打属性の縦で打ってっていう感じですね。で、ちょっと注意したいのが、必ずあのボスの真正面に立ってあのタゲを取ってください。これあの本当頭の目の前まで行ってるじゃないですか。あ、これは今あの片手再建のブレイクの人がちょっと間にあの来てなかった、間に合ってなかったのでちょっと避けたんですけど、基本避けないでください。あの死んでもいいので絶対避けないでください。で、これはあの来たのであのブレイクしますね。あの来たっていうか、まあ、来てないんですけど、あの間に合って片手直拳でブレイクできるんでしたっていう感じですね。で、これは相方が今間に合ったんであのブレイクしてくれたっていう感じですよ。これちょっと悪い例なんですよ。あの本当あのボスのこの正面まで来て、ほんのちょっと横にそれてるんですけど、必ず頭の真ん前まで来てタゲ取ってください。じゃないとタゲが外れることがあります。まあ、タゲ外れなかったりもするんですけど、まあ、なるべく正面の方がいいです。で、これ本当にね怖がって真横まで行っちゃう人とかいるんですけど、マジでやめた方がいいです。これはちょっとあの本当にね、あのブレイクタイムはちょっと削れてるように見えるじゃないですか。これ間に合ってないですよ。
これはなんていうのかな、電撃分が全部入んないとブレイクできないという判定になることがあって、ブレイクタイマーの本当終わるギリギリ直前とかに打つとブレイクできないんですよ。だからそういう点に注意ですね。でこれボス部屋一番最初に入った人にタゲが向くんですよ。で最初に俺タゲ向いてたってことは一番最初に入れたんで、そのロードの差ですね、ロードの速さの差でタゲが誰に向くかって変わるんで、まあ一世のせいみたいな感じで合わせる人とかもいますね最初に。でまあ最初のスキル編成の時に配布ユイとかコマンドナイトディアベル、まあ入れる編成みたいな感じの説明しなかったんですけど、コマンドナイトディアベルっていうスキルがあるんですよ。スイッチで打つとパーティー全体に攻撃力上昇、攻撃力だっけ防御もだっけ忘れたけど、なんかバフがつくアビリティがあるんですよ。でそれ配布優位を使うとスイッチが半分まで溜まってすごくいいし、初手覚醒するから、まあ、それでスイッチが溜まってすぐコマンドナイトディアベルまでつなげることができるっていう、まあ、そういうやり方もやる人がいるんで、まあ、もしコマンドナイトディアベルっていうスキルを持ってる人はね試してみてください。配布優位ね入れるといいし、でコマンドナイトディアベルってスイッチで打つと自分がね自動回復するバフがつくんですよ、回復バフが。でそれがすごく大きくて、まあ、そういうのでね入れる人は持ってる人はね入れますね大体。まあでもさっきも言ったんですけど、本当に逃げない、絶対にもう自分死んでもいいので逃げないでください。本当に死んだら助け起こしすればいいので、絶対にもうまあ、最初本当に片手再建さっき来てない時とかはしょうがないんですけど、そういうの確認してもし相方が来てたら絶対に逃げないでスキル打ってください。で片手直径のマークとか片手再建のマークとか違ってても最初打つようにしてください。もう本当にちょっとでもタイミング遅れるとブレイク失敗して死んじゃうんで。で次にタゲが外れてしまった場合なんですけど、このように動かれてしまうんですよ。その場合はこう内側から追いかけていくようにしてください。でただこれ壁側まで追い詰められるとこのように違う方向に行くので注意ですね。その場合は反対側から追いかけるような感じで、まあ、基本動かれたら内側から追いかければ歩く距離が短くて済むので、基本内側から追いかけるようにしてください。まあでもなんか慣れてきたらどう動くかっていうのが、まあ、なんとなく分かるようになってくるんで、まあ、そうなるとその先回りとかできるようになるんで、先回りとかが分かる人はもう先に本当に待ち伏せじゃないけど先に反対方向走ったりとか、まあ大体ここら辺行くなみたいな感じで先回りしてやるとちょっとタイムが早くなるんじゃないかなと思います。そういえば最初まあ入ったらマップ右上とは言ったんですけど、まあ、たまにほんとごく稀に右上から開始しない場面もあるんで、まあ、そういう時は、まあ、さっきと同じようにノリで追いかけるっていう感じですね。その内側から追いかけるっていう感じで、まあ、ノリで追いかけて、で竹取って止まったら火力に攻撃して、ブレイク成功したら火力に攻撃してもらうっていう感じがいいと思います。